또 초목갈 김옥나도 ボランティアライブ活動をしています。今年はユニットを組んで3年を迎えました。心に響く懐かしい曲、楽しい曲をピックアップしてまいりました。音楽でつながるは大切に年を重ねていきたい2人です。どうぞよろしくお願いしますということです。 お願いします。どうもどうもじゃあテレビもうあとマイク渡していいですか。はい、じゃあお願いします。はい、どうもありがとうございます。心太って、ですね、なかなかステージに立つとステージに穴が開くんじゃないだろうかと、そういう心配なんかしてるんですけど、久しぶりですね。皆さん元気ですか。 生きてみます私なりに、こんな小春日和の穏やかな日を、もう少し
壊せなかった。ごめんちゃん。でも、あの掛け声 OK ですよ。あの代わりになるんですね。さて、次も桃江町の曲で、はい、秋といえばこの曲ですね。何でしょうか、やってみましょう。涙にならない悲しみのあることは知ったの、ついこの頃。形にならない幸せはなぜかしら、思いのその頃の。あなたへの手紙最後の一行、思いつかない、どこでけじめをつけましょう。窓辺の花が咲いた時、儚く花が散った時、あなたに愛された時、満州社会する女は満中社か、罪作り白い花さえ真っ赤に染める。優しさをひたむきに追いかける、そういうのもあなたへの思い、どこまで行ったら止まるのかしら。そんな自分を持て余す机の箱が揺れた時に、あなたに愛された時、満州社か恋する女は満州社か、罪作り命すべてを燃やし尽くすの、満州社か恋する女は満州社か、罪作り白い花さえ真っ赤に染める。さて、いよいよ出せる曲になります、ね、あのガチのスタジオの VIP も楽しんでいただければと思うんですけど、はい、次はこの曲、同級生が多いんでですね、亡くなった方もいらっしゃいますけど、心を込めて歌いたいと思います。
それではスカシアとミッピーの、ステージを